日曜劇場ビバ。この中にお前をはめて罪をなすりつけたやつが。水上君、宇佐美部長、長野専務、原部長、太田さん、俺と共同先生を張れ。はい、情報が漏れたってことですか。ってことは裏切り者は。信じられない。例の言葉ビバに似てる。似てます。これです、これです。でもこんな日本語あります。なるほど、ビバにはこんな意味があったのか。